何系？君たちの大好きなシリーズだよ。1キロ系。でしょ？マジ？食べたことあるけども、ほとんどないと思う。1キロなの？あるけどもほとんどないってやつ。だからそこに導くのはすごく難しい。こういう。から、え？から。好きなものなんだよね。好きなものなんだけど、それを米にしたってやつ。米？好きな味なんだけど、それを米についてるってやつ。おこげ。そういうことじゃねえだお米好きなの？ろ。キムチ。キムチ1キロ食べると思う？米だって米。米？チキンライス？はまだ。白米。普なん通にで白白米1キロなの？白米1キロを冷凍の買ってきて入ってやるわけない。米。冷凍なの？冷僕は意外といけるけど。凍。きつい？どういうこと？どういう意味？1キロ食べきれそう？この前何食べきれない？チャーハン食べきれなかった。エビピラフ食べきったんだよね。そうでしょ？エビピラフよりは重いかもしれない。あ？エ重ビいプの？ラフってな。エビピラフよりは重いと思う。でも音は結構好きだけどね。家ではあんま作んないよ、これは。作んない。ワンポイント。かといってお店で食べると、こともないね。買ってくるわかんな。そうだね、今は買って食べる。今、昔は違ったの。昔は作んないと食べなかったね。これに、カレーとかだよね。これだけを食べるってことはまずないかな、あんまり。音はね。納豆。何？で、米に味がついてるんです。米に味がついてる。エビピラフもチャーハンも米に味がついてるから、そのシリーズだよ。そういう感じ。そうそう、絞られるでしょ。そうすれば米に何がついてるの？何味がついてる？君たちが好きなもので、大人よく作って君たちも好きだと言って、2日3日はそれ食べるやつ。よカレー？カレー？カレーだ。でもカレーの上に何ライってつくのよ。カレー。何ライってつくの？ハヤラシ。イカレーってつくの。ライカレーって。ライカレーって言ってるのに、林じゃないんだって。ドライ。なんで分かったの？なんか、いや、で、オートマイなクいっ言ったてじゃん。言ったから。どきついね、これは。う？どう？カレーの味ってことでしカレーの味ついてる。ょ。うん。一石二鳥でしょ。うん、あ、そう。ルーとご飯を食べる必要がない。意外とカレーは好きな方だよ。意外と？意外とじゃおっないと、し。今でもカレーは好ベきスだトよ。30に入るよ、カレーが。僕、ベストなんで1。30なの？もっと上じゃないの？いや、ベスト30に入るって言ってんの。ベスト30の中のもしかして1位かもしれないでしょ。何までやんの？そのベストって。何までもあるよ。100とか？何を言ってる僕の。とは、らわれないでカレーはベスト5に入しょ。おる。おお。ー。じゃあ。1位なの。いや、あんた結構好きって言ったじゃん。一番好きとは言ってないでしょ。一番好きはカレーなんだよ。カレーは違う結構好違う違きっう、て言ったんだよ。今の間違えたの。カレーは好きだよ。なんか顔ちっちゃいね、マダメだよ。顔ちっちゃいのはダメ顔だよ。ちっちゃいね。あ、ちょっと失敗。なんで卵？なんか乗ってる。取れちゃった。取れちゃった。なんか乗ってる。うまそう。
多く見えるいいんじゃない。だって卵のせたらなきゃ。20分いやいいいい、はい、音最初は食べる食べるよ最初から。いっぱい持った方がいい。意外と少ないんじゃないか。卵持ってない。まずはいやまずは卵持って卵じゃないとこ食べればいいでしょ。そういうこと。思った方があった。はい、いただきます。いただきます。うん、どう。うん、うまいけど、うん、めっちゃ美味しいんだけどね、これ辛い辛いこれ、うん、ちょっとだけ辛い。うまい、うん、うまいけどちょっと辛い。うん、ちょっと辛い。辛くない。美味しい卵。辛くないよ、これ。辛いよ。ちょっとピリ辛。うまい。今までさ、ご飯系でピラフとチャーハンとこれやったじゃん。どれが一番美味しい？ピラフじゃない？待って、ピラフ味ね、味か。うん、うん、チャーハンだわ。どれが一番美味しいって聞いて、味ね、味って、あと何が美味しいっていう概念があるの？え？お金的にってこと？違う、そういうことじゃなくて、そういうことじゃなくて、値段は同じだよ。あ、そうなの。何円くらい？どれが一番重い？この3つの中で重い？ずっしりくる、食べてチャーハン。これくるね。あ、もうちょっと、うん、ここに来ちゃう。あんまこれは来ない。でもピラフが一番来なくて。そうだね、うん、一番、うん、薄い味の方がさ、いいね。いや、あのピラフ薄くはないよ。うん、ここにじって書いた。でも卵一緒に食べると変わるかなと思ったけど変わんなかったわ。変わるよ、変わるよ。ここでしょ。意外と減ったね。音よりは減るね。うまいね。うん、うまいね。うまい。何点？10点。6。うん、8。10でない。うん、うまい。プラフは10点だけど、うん、これだから、もう5分くらいになる。カレーだよな、カレーに。うん、え、これいける。うん、カレーとこれってこと？同じじゃない？うん、他に米あった？他にないかな、もう。もうないの？米の1キロは。チキンライスは、ね、ああ、チキンライス。米全制覇した。で、どれが一番？チキンライスだって。うん。だから、全部やりたいって。すぐでしょ。来てないそう。来てる。本当に何食べてないじゃん。食べてる食べてる。でもこの一杯で終わるかも。何言ってんの、何言ってんの。まあ僕も、僕はまだだ、多分うまい、来るね。ちょっと来て。うん、すごいね。まだ15分経ってない。全然経ってない。1キロって1000グラムでしょ。そう、すごいね。すごい1000グラムで。
1キロリットル。1キロ食べれば1キロ体重増えんの。ああ、でもそうなの。だってさ、200グラム以下食べたって何も太れないよ、もう。絶対これ食べないでしょ。うん、うん、お前いけるの。え、いけるよ、あとは。何言ってんの。口の中辛いわ。辛くはないよね。うん、辛いでしょ、これ。あ、レナはその敏感なのか辛いの苦手なのか。辛くないよ、これは。うん、うん、うん、なんか最初に食べたとピリ辛、ピリ辛、うん、ピリッと辛くはないでしょ。ピリッと辛くはないでしょ、これ。あの後から来るんだ。後から来るね、辛みは。ほら、慣れた。ほら、この辛さ慣れたい。だからもう辛くない。駄菓子あるじゃん。あの、わかる？うん。駄菓子の中で、うん、一番何の駄菓子が食べた？うまい棒。まあそうだよね。うまい棒？うん。今でも？あ、好きかってこと？そもそもうまい棒を駄菓子と思ったことはないね。ボートは。駄菓子とは思ったことない。うまい棒は。お菓子。ただのお菓子だと思う。駄菓子って何を持って駄菓子なの？駄菓子屋にあるものが駄菓子。そのままや。うん、まあ、だからそうやって言えばうまい棒も駄菓子だよね。パチパチするやつは。あとね、あの、あ、甲羅の粉好きだったのね。甲羅の粉。うん、うん、え、いや、あん？何粉？甲羅の粉とこれくらいのサイズの甲羅20円だった。あ、え、え、なんかうまい。こうやって歯でこうやってこうやってカーって飲むか、それを凍らせてアイスシャーベットにする甲羅のやつが一番好きだった。あ、なんかある。今こういうやつあるでしょ、普通にこうやって凍らかしてこうやってパチンってやるやつ。ああ、わかる。それのぶっといやつなんだよね。いいな。今ないの。そのなんか前さ、スーパー行ってないから。前なんかスーパーにさ、なんかこれくらいのさ氷あったんだって。うん、それは知ってるでしょ。ん、缶なん。うん、何これ。これくらいのあのこうやって開けるやつあるじゃん。うん、プシューって。うん、あれのちっちゃいやつ買った。あれだと思ったのに。駄菓子じゃないでしょ。もう飲み物で。でっかいタコせん、わかる？わかんない。うん、せんべいでしょ。そう、あれ美味しくない？美味しい。美味しくないの？美味しいね。ん、あれ美味しくないの？ん、美味しい。日本語って難しいね。難しいんだよ、言い方だから。昨日って47都道府県覚えてる。うん、僕今中部地方まで覚えてる。中部地方わかんの？うん、中部地方は全部はまだ覚えてる。すごいね、音20ぐらいしか言えないよ。北海道わかるよ。北海道、それは北海道地方でしょ。だってテストあったの。近畿地方とか中国地方とか四国とか。四国地方あれ、四国めっちゃ簡単じゃない？なんで？4個しかないんだよ。じゃあ行ってみ。愛媛。いい、あ、そういう感じ。次は高知。次は、え、僕まだ、僕まだ愛媛、高知、香川、徳島。徳島いい、それが合ってるかどうか音にはわからん。音何でも知ってるんじゃない？何でも知ってるよ。徳島はわかるよ。東北は？東北、東北6県は。東北簡単だよ。東北6県、はい、マー君がだ。何する？あー、もうダメ。いや、まだ習ってない。青森。ねえ、秋田。岩手。福島。秋田、山形。宮城。福井。あ、福井。福井。福井、福井、違う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 。何だっけ、福島だっけ。福井って何？中部地方。福島でしょ。福井ってあったっけ。ないない。何福井。福井はあるけど、地方で。あれじゃない。じゃあ、リノ四国行って。いいよ。
香川、高知、愛媛、徳島。あ、違う。イエーイ。中国地方。パプリカの味するね。これ。これパプリカなの？パプリカじゃないのこれ。唐辛子だと思ってた。唐辛子じゃないでしょ。